デバカシャデハギビリエルポハイサダ。リンゴだけ、ブドウは今年はダメだわ。ところで住み心地はどうかしら。何か問題ありそう？別にありませんけど。私を覚えてる？コーラハレットよ。お父さん、私からこの家を借りたのよ。ええ、覚えてます。これどうしたの？七名です。これはここにあったのよ。ああ、そのテーブルと敷物はあっちにあったでしょう。詩人というのは他の人と同じや嫌なのかしらね。一冊サインしてもらおうと思いながらついうっかりして、愛を込めて父より。単純でいいわね。二人ともあんまり街で見かけないわね。マーケットでも。マーケットは配達してくれます。そう、お金持ちはいいわね。父に何かご用だったんですか？ブドウ惜しいことしたわ。誰も消毒しなかったからよ。私から伝えますけど。ジャムの瓶を取りに来たの。毎年ここの家主さんと一緒にあのブドウを摘んでジャムを作るのが習慣なの。その瓶が地下室にあるのよ。お父さんいないの？出かけてます。あら、そうなの。実はちょっとした集まりをやってるんだけど、できたらお父さんにも。町の中なの？ニューヨークです。ちょっと聞き慣れない言葉が聞こえてたようだけど、ヘブライ語？フランス語の方が役に立つんじゃない？イタリア語とか。本当にこの町にはもうやたらにイタリア人が多いんだから。父に何か伝えることがあれば。最近はこの町もよそ者ばかり増えたわ。ロンドンから来たの？ええ。私クロスワードが好きなの。よかったらお持ちになってください。でもお父さんがやってるんでしょ？私です。ヘブライ語もね。息子のとこのチビたちに聞いたけど、この間バースデーケーキをもらったそうね。彼この部屋に入ったの？息子よ。ええ、入りましたけど。お父さんは？その時お父さんはいたの？書斎にいましたけど、仕事中は邪魔できないんです。その後も息子はまたここに来たのかしら？いえ。一度も来てないの？ええ。もしまた息子がここに来た時、お父さんがいなかったらあの子を中に入れない方がいいわ。この前も勝手にどんどん入ってきたんです。その言い方も随分失礼な言い方ね。息子さんを家に入れないように言ったことを父に伝えておきます。その必要はないの。何の御用でいらっしゃったのか分かりませんけど。何も用もないのに無駄話をしに来るほど私は暇人でも物好きでもありませんからね。ジャムの瓶を取りに来たのよ。もらっていくわ。息子さんが私の髪切れだって何か言ってました？え？瓶をもらっていくわ。地下室にあるの。とにかくまずこのテーブルをどけないことには揚げ豚をあげられないわ。テーブルはそこへ置きたいんです。でも瓶は地下室なのよ。後で私が出しておきます。これをどかして。ここは私の家です。あんたって本当に生意気な子供ね。とにかく私の言う通りになさい。先週はわずかにやっと実ったブドウを勝手に全部摘んでしまうし、今度はリンゴを黙って取ったりして、そして自分はずかずかと家の中に入り込んだり。あんたの家じゃないわ。私の家よ。貸し屋よ。あんた13でしょ。どうして学校に行かないの？13だから権利がないって言うんですか？13なら学校に行くべきよ。話してるときは顔を見なさい。うちで勉強してるわ。私は教育委員会のメンバーなのよ。月曜日の集まりで早速あんたのこと問題しなくちゃならないわね。それでお父さんはどこ？
ニューヨークって言ったでしょ。ニューヨークのどこなの？出版社の人と会ってるわ。出版社の電話番号は？知らないわ。出版社の名前は？これはロンドンだわ。帰ったらすぐ私に電話をするように言うのよ。わかったわね。入っていい？私がお呼びしたんですから。今朝ね、教育委員会があってあんたのこと話したんだけど、委員の全員が大変な関心を示したの。今お湯を沸かしてますけど、お茶召し上がります？あんたのことに関心を示したの。どんなこと言ったか聞きたくない？ラジリンとアールグレイとどっちがいいかしら。この前のことは忘れるつもりで来たのよ。一応あんたの態度感心できないけど、お気に障ったら謝ります。まったくお見事ね。イギリスでしつけられた子はマナーがいいというけど、大人顔負けの女才なさだわ。お茶どちらにします？お茶は嫌いなの。それそこにある年代物のぶどう酒はごちそうしてくれないの？まだお酒は飲めないの？息子には14、私には13って言ったけど、どっちが本当？13です。頭も良さそうね。イギリス人はみんなそうだけど。ミセス・ハレット、この前のことは謝ります。すみませんでした。そう簡単にはいかない。お父さんが私に用があるとか言ってたけど、私の方にもあるのよ。呼んでちょうだい。今翻訳をしてるんです。おまわりさんにも仕事中だからってお断りしたんです。おまわりさんなんかどうだっていいの。とにかく私はあんたがお父さんを呼ぶまでずっとここで待ってるわ。お茶どうするんですか？誰だってあんたがここにいて幸せだとは思ってないのよ。私たちここが気に入っています。どこか他を探すのね。考えるわ。契約は3年です。契約は破棄できるのよ。もちろんお父さんと話し合いがつけば別よ。どういうことですか、ミセス・ハレット。ほらまた始まった、その人を小バカにした言い方。それからその目つきもやめてちょうだい。さも傷つけられたみたいな悲しそうな目つきをして、お芝居だってことは分かってるわ。瓶はここにありますけど。早く帰れってこと？すぐにお父さんを呼びなさい。仕事中はダメです。ごまかしたってダメ。お父さんはそこにいやしないのよ。書斎に入ったら私息子さんのこと父に言いますからね。息子のこと？ハロウィーンのこと父には言ってないんです。言ってないって何よ。ここでやったこと、息子さんのことみんなが知ってるみたいですね。ミリオリティね。あの男の話はデタラメよ。息子の嫁と以前関係があったこともあんたに話したの？どうして警察は何もしないで放っておくんですか？警察が息子に何の関係があるというの？可愛い女の子にちょっかいを出すから。瓶持ってってください。この家からすぐに出てってもらう。私の家よ。あんたなんかに貸しとけないわ。確かにここは一軒家だし、私はよく一人でいることが多いわ。私は平気だけど、そちらが気になるんだったら息子さんの首に紐でもつけとくのね。なんて子だろう。パッキングがないわ。ゴムのパッキングがなかったら役に立たないわ。パッキングは地下室にあるの。今度は後で取りに来いとは言わせませんからね。出てってください。ここは私の家です。出てってください。